箱田六助から1888年1月19日は、日本の自由民権運動家。福岡藩士、青木全平の第二子として、筑前国福岡に生まれる。陽名は円三郎、忌名は、疑問、六助は通称。後に、箱田先蔵を継ぎ、箱田姓となる。1868年戊辰戦争で、王に転戦志向をなし、その後同士と共に、 反兵隊、おさむぎ隊を組織するが、1870年大使館での対立が起こり決闘寸前に藩に探知され、姫島に流される。流刑から解放後、受学者公上乱の教師塾に学び、ここで修正の同志となる、東山光、新道紀平太、奈良原至るとと出会う。1874年2月佐賀の乱において、 福岡臨時陳部隊の青柳家老の隊に属して反隊長となる。1875年高知の立志社に倣って、竹部小四郎が勇士社を組織すると、東山光郎党と共に参加する。1876年萩の乱に連携して、反政府活動を企てたことにより、東山光郎、新藤喜平太党と山口の極に遠ぜられる。 明治民権権公共出国後は自由民権運動に参加。1878年12月、東山光平岡幸太郎、新藤喜平太等と共に、公用者を組織し社長に就任、傍ら教育機関として、公用義塾を設立、筑前民権運動の指導者となる。1879年12月畜前、教会講習会代表として上京し、国会開設。 条約改正の憲白を元老院に提出する。また、1879年5月の長野新聞によれば、福岡の公用車は近来ますます盛んにして、ほとんど土さ利死者の上に遺伝とするの、勢いあり、社長は、箱田六助という人にて相応に、人望ありと書かれている。1880年に発行された明治民権化合協には、 箱田六助の名が記されており、大関、板垣大助に次ぐ、関分けの地位が与えられている。1881年公用者を、現用者と改名、1882年11月には、第四大社長に就任する。一方、愛国者、国会規制同盟など、民権運動の全国組織でも、指導的役割を演じ、蓄前民権運動が、 トサリ死者に匹敵するまでに高揚する原動力となった。原用者の中で最も徹底した民権論者であったとされる。性格は広報で人望厚く将来を期待されたが、国会解説の前年の1888年1月19日活腹自殺を遂げる。背景には原用者の民権から国権への転向による民権論をめぐる争いがあったとされるが、 死に至る真相は今もって、論理を呼ぶ。ありがとうございます。